はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、アップデートでポイズンの使用変わりました。ポイズンを落とすと援軍が逃げるようになってしまいました。なのでですね、結構ですね、いろんな援軍処理の仕方が生まれてきてるんですけども、今回はですね、タウンホール8、相手の援軍がドラゴンだった場合の援軍処理の仕方を見ていこうかなと思います。まずはですね、今回は1本目、CC レモンさんの全開リプレイでございます。はい、こんな風にホグライダーを大量に、投入いたしまして、で、思いっきり施設を削って、相手の援軍の方をしっかりと釣っていきます。そしたらですね、援軍がドラバルでした。こちらの処理の仕方を見ていきましょう。まずはアーチャーでしっかりと引きつけておきます。はい、ドラゴンとバルーンがやってきましたね。ドラゴンとバルーンがやってきたところでですね、ポイズンを落とします。そうするとドラゴンとかやっぱりですね、逃げようとするんですけども、アーチャーでしっかりとドラゴンをポイズンの輪の中に入れていきまして、で、時間切れが心配なので、ウィザードを数体、2、3体ですね、足していきまして、で、アーチャーがやられたらすかさずもう1体アーチャーを追加して、ターゲットを取り続けてあげるといった、このやり方がですね、最近クラクラチャンネルでは流行っております。そうですね、やっぱりポイズンの使用、変わってしまいまして、やっぱりどうしてもユニットを使わないといけないと、そういった場合ですね、こんな風にウィザード2、3体と、あとアーチャー数体でこんな風にですね、処理できるっていうのは結構コストパフォーマンス的にはいいのかなと思います。時間もすごいかかる、まあ釣り出す時間もありますので、結構時間かかるかなと思うかもしれませんが、今回 CC レモンさん2分20秒とかそれぐらいで全開の方取ってくれております。なのでホグラッシュとかする場合はですね、こんな風に援軍ドラゴン処理していった方が結構まあまあうまくいくんじゃないのかなと思います。あとはですね、ホグの回し方とかですね、まあそれでホグライダーが大量に生き残れば、まあ、時間的にも余裕に全開できるんじゃないのかなということで、今回は最後にヒーリングが余っての全開となっております。 CC レモンさん全開お見事でございます。そしたら続いてのリプレイ見ていきましょう。続いては破壊神さんの全開リプレイでございます。まずはホーグライダー1体で援軍の方を釣っていきまして、はい、先ほどの CC レモンさんと同じようにアーチャーで釣っていきまして、で、相手の援軍をしっかりとですね、はい、もう1体追加いたしまして釣っていきまして、で、ポイズンを落として、で、アーチャーを数体撒き散らして、で、ウィザードを足していくといった、この形が取れればですね、もうそんなに援軍ドラゴン怖くありません。こんな風に、はい、簡単に処理してしまいまして、で、今回はゴレホグですね、一時方向からゴーレムを出していきまして、相手のババキンと、そして巨爆スペースの方をしっかりと潰していきます。というわけで、まあ昔はですね、ポイズンとかなかった時代はですね、ババウィーズ、ババアを縦にしながら後ろからウィザードで焼いていくっていう援軍処理方法とかですね、あとはネクロ処理ですね、ネクロマンサーでネクロが生成するスケルトンを縦にしながら、後ろからネクロとウィザードで処理していくといったやり方があるんですけども、この方法だったら、まあ、そこまでユニット使わないですし、まあ、時間の方も結構簡単に処理できてしまうので、時間の方は節約できるかなといった感想でございます。なのでタウンホール8の方、またはサブアクがタウンホール8でただいま頑張っているよという方はですね、ぜひぜひこの援軍処理の仕方を試してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回は破壊神さんですね、ホグライダーをこんな風に回していきまして、で、はい、11時方向からもホグライダーを出していきまして、で、さらにですね、4時方向から援軍のホグライダー、レベルマックスホグライダー、火力高いんですよね。結構進みが速くてですね、こんな風にどんどん施設の方を壊していきまして、この前回を取ってくれるといった形になっております。はい、こんな風に回っていきまして、というわけで、今回はですね、タウンホール8の援軍ドラゴンの処理の仕方をお送りしていきました。いかがだったでしょうか？まあ結構ね、アップデートしてから結構時間が経つんで、そんなのもうやってるよっていう方、いらっしゃると思うんですけれども、まあまあ知らない人もいるかもしれないので、今回動画にさせていただきました。というわけで、以上、クラクラチャンネルのケイスケでした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。